去年の夏から活動を休止していたブリちゃんがガツンと健在ぶりをアピールしてくれたのは今年8月の MTV ミュージックアワード。そう、ステージ上でマドンナと熱いキスを交わす仰天パフォーマンスを披露、世界中の度肝を抜いた。この時ブリちゃんはどんな気持ちだったのかな。It was cool. It was very cool. I never really kissed a woman before, so it was kind of cool kissing her on stage and everything like that. It was very surreal. Very surreal. そんなブリちゃんとマドンナは新曲プロモでも共演。この曲を収録した2年ぶりのアルバムもリリースされたばかり。The album is very moody, different, collected, and fun. It's a fun album.というブリちゃんだが、実はアルバムのプロモーションのため来月中旬に来日することは決定したのだ。日本に来たら何をしたいのかな。I love the Hello Kitty stuff. Hello Kitty is awesome. So I'll definitely go shopping again. I love how everything's really, really tiny and very, very cute and sweet. So. ところで前回ブリちゃんが来日した時は日本の伝統芸能を見てもらったり書道を体験してもらったり、さらにはブリと書いた T シャツを送ったりと、私からで総力を挙げておもてなししたんだけど、ブリちゃんは僕のことちゃんと覚えてるのかな。写真を見せて聞いてみると、 Yeah, I do. Yeah. What's his name? Mr. Karube. Karube. Sorry. Okay.Do you remember this guy? 何がそんなにおかしいのか。喉の奥が見えちゃうほどの大笑い。写真を見て笑うなんてちょっと失礼という気もしますが、以前ニューヨークでのインタビューでは真面目な話の真っ最中に大あくびをかましてくれたブリちゃん、これに比べればまあよしとして番組にメッセージをもらおうとした矢先。いや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 、今回もやってくれました。私の写真哀れにもうちわにされちゃいました。そんなブリちゃんから最後にメッセージ。I'd like to say hello to all my fans and thank you so much for all your love and support. I can't wait to see you soon, Mr. Karube. You're looking kind of hot and spiffy in your outfit. Yeah, 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 yeah.何がおかしいんだよ。超レクタイが多いですね、きっとね。いつも超レクタイだから。いやね、箸が落ちてもね、笑う年頃ですね、ブリちゃんはね。そうでもないです、私も結構カルベさん見ると笑いたくなる。そうですか。嬉しいですよ。ということでブリちゃんが来るんで、私前に行かなければと思ってるんですが、またおもてなしないと。